王立魔法学園の最下生、スラム上がりの最強魔法師、貴族だらけの学園で無双する、が80話を超えた話をします。いやー、超えちゃいましたね。本作は週刊ヤングジャンプ本誌でやっているのですが、その圧倒的な面白くなさとなろうくささとスナックバスへを除くとずっと掲載順止めのことから、企業の謎優遇が本当にないのであれば打ち切り待ったなしだと言われていたのですが、どうやら、あったようです。どちらかというとやっぱりあったと言うべきでしょうか。まあ社長の息子だからね、しょうがないね。なろう界隈にはいくら盗作をしても問題視されない、総理大臣の息子と外務大臣の息子もいるので仕方ないところではあるのですが、その企業内での優遇により読者に一方的に負債を負わせるスタイルはまさにヤンジャンですね。ちなみに本作は公式的には大人気っていうことにしたいらしいのですが、ネットの評判的に見ると、もはや私と漫画家と月一の企業工作以外ではまともにツイートなりをされておらず、どこに需要があるのか全くもって不明な状態になっていますね。重役の査定に需要があるのかな。少なくともヤンジャンアプリのコメント欄においては80話の区切りで打ち切りであろうと言われており、読者側は撤収準備に入っていたのですが、なんと79話で新章が開幕したんですね。原作は3巻までしか出ていなくてしかも引き伸ばしに引き伸ばして78話で消化しきり、もう残弾がないのになんで新章やってるんですかね。原作が発売しなくなったってことは、あまりにも原作単行本が売れなかったってことなのでしょうけれども、それで漫画版を続かせる意味が、本当に皆目見当がつかないんですけれども、一応累計65万部発行しているらしいのですが、その情報だって、本屋で一度も見かけたことがないし、多分単は購入も含めているのですが、それでもなおヤンジャンのメンツの中では売上的には上の方に属してるんですかね。プラスの方の怪獣8号とかは888万部売れていてアニメ化も決定した感じであるわけなのですが、ヤンジャンってもはやそういう新しいのを狙う意気込みとかはなくなったんですかね。ちなみに怪獣8号の方は現在74話ですね。コンビニとかでも平積みされていたりします。まあ発行部数とかの集英社の闇は置いておくにしても、原作が尽きているのに続けるのは、陰謀をバシバシ感じるぜ。しかし編集ちゃんよ、相変わらずおめえは甘いやつだよな。多分原作がなかったとしても、原作者への印税はシステム的には入るはずではあるので、本作が内容的に打ち切りレベルであっても続く理由って、どれだけ真剣に考えても、ユスラ君に毎週お金を貢ぐために続けているってこと以外には考えつかないんですけれどもね。で、読者も見切っているでしょうしね。いや本誌購入者で何人がこれを読んでるのか疑問ですが、インクの染みくらいにしか考えていないのでは、インクの染みにお金を払わせるなろうの定番やぞ。なんか事実と考察を述べるとヘイトスピーチみたいになってしまった。これもなろうの定番やぞ。なのでここからは本作の唯一のファンとしての立場から本作の80話の歩みを紹介するぜ。では裏筋から、スラム街に捨てられていた少年が暗殺者のなんかすごい人に拾われて育てられた結果、ちょとつ、猛進、するいのすけのパクリの後輩ができるくらいには強く成長し、でも暗殺者家業はこれから社用に入るので学園に行って学歴をつけてこいと言われるぞ。それじゃあ入学試験として的当てをしますね。これに股がジョバジョバした赤いのと青いのがおっぱいをブルンブルンさせながら弟子になり、実力試験として的当てをしますね。すると青いのは貴族だったので週7でバイトをしているのを見かけて特に何もせずスルーしてから、なんかよくわからんけど的当てをしますね。すると唐突に青いのとセックス、します。ここ冗談じゃなくてマジですからね。でまあなんかチンピラが絡んできたのでボコったら赤いのの股がさらにジョバジョバになり、原作2巻に突入したので的当てをしますね。ろくに学内での勉強シーンを入れていないのに唐突に課外授業が開始されるのですが、ここでは電車を用いて移動。郊外の森で魔物を狩る授業であったぞ。なお命の危険があるぞ。主人公通称アゴスくんが周囲を丸ごと爆破して魔物を狩った姿を見た赤いのと青いのは、魔物を動く的と見立てて的当てをしますね。さて修学旅行的な位置づけであったはずの森での魔物狩りはなぜか日常的な授業となり、ここから10話くらいずっと的当てをしますね。
するとなんかテロリストが列車を襲撃する系の情報から護衛任務を受けると赤いのがついてきます。なお青いのは婚約者に連れられて列車に乗っています。青いの、すでに貫通済みなんすよ。さて列車にはテロリストにより1000トンの爆薬、かっこ原文ママ、が積まれていたのだが、なんとテロリスト数十人はこの列車の走行中に窓を割って侵入してきます。なんで、これをアゴスと赤いのがボコって勝利したら薬を打たれて黒幕と化した青いのの婚約者が暴走し、最終的に爆薬を積んだ車両と客車は切り離され爆薬ごと街に列車が突っ込んで第2巻終了です。原作第3巻ではいつも通り学園生活を送ることになるのですが知らんうちに学内ランクが上がり、特に意味はないですが的当てをしますね。すると赤いのと青いのがやたらとセックスアピールをしてきたのでノータイムで両方とも抱き、するとなんかやってる途中でそれぞれ暗殺者が来たのでノーダメージでボコって勝利します。すると黒幕は公安警察でした。なんかちょっとつもうしんとは別のかつての後輩も襲ってきたので、本拠地のビルに乗り込むと計画通りテロリストがビルを襲撃しさてどうするかとなったところ、計画通り上司がヘリで救出に来て哀れ黒幕の公安警察は尻尾切りされてしまいました。なお公安警察を動かしていた真の黒幕は同時進行でアゴスが殺害していた模様。というわけで原作が尽きた第79話、いつも通り学園生活に戻ったので、当然のように的当てをしますね。そして80話で唐突に真の暗殺者を超える真の暗殺者が出てきて自業を待て、ですね。という話ですね。おろろ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 ろ。的当てとセックスと雑魚ボコリしかしてねえ。っていうか4分で80話全部まとまっちゃったよ。こんなありさまであるわけなので、本作が延々と続くのはユスラ君への金貢ぎの意味しかないと、読者が予想してしまうのも仕方がないですね。あと多分その通りでもあると思いますからね。あと本作、隣のヤングジャンプウェブページでの連載が70話の時点で止まってしまっていて、それ以降はヤンジャンアプリの方でしか連載されていないんですよね。ちなみに最新は無料です。本誌連載で未だに無料であるのは実質本作だけである点から鑑みても、編集部的にも、本作を更新する労力分無駄であると考えている気配があるのですが、だったらなぜ続くのか、まあ答えは金貢ぎなのですが、このあたりは読者ではどうしようもないところではありますね。っていうかウェブ連載が止まったせいで毎週私のツイッターフォロワーたちと一緒に本作を読んでバカではなく楽しく読むことができなくなってしまい、アプリ経由でないと読めなくなってしまったので、集英社さんには頑張ってほしいですね。とりあえず毎週読んでいる私から前編気になるところしかない本作で特に気になるところを抜き出しますと、まず、漫画家の画力ですね。原作が面白くなさすぎる本作で唯一画力だけは評価されており、しかしながら、途中でアシスタントがいなくなったのかユスラ君に吸われすぎて金がなくなったのか、キャラの顎がどんどん伸びていく時期が半年くらいあったんですよね。ここの顎の伸び方と、ピーナッツみたいな不安定な形状から、主人公のアルスをアゴスと呼ぶ風潮が生まれ、それは今もなお続いていますね。一応最近やっとアシスタントが時給1000円で入ったのか、絵の乱れは顎以外はだいぶ収まってきましたけれども、一時期はすごかったんですねこれが、というか単行本発売前後になると明らかに絵がもう過労死寸前くらいにまで乱れ始めるので、アプリのコメント欄一同、体調が大丈夫なのかかなり心配されていましたね。原作者はもう寝ていても漫画家と企業が金を貢いでくれるシステムの中にいるので、そのしわ寄せと養分の労力が画力の高い漫画家の方に回っているのかと悲しくなりますね。あとこの漫画家、デビュー作っていうか受賞作がラブコメでなろうとは正反対のやつなんですよね。ユスラ君は金に余裕があるわけなんだからそこは漫画家に寄せてやれよって思いますかね。寄せる実力があるかどうかは別の問題ですが。まあコピペ元がランキングに上がればあるいは、それと地味に最新話はレベルアップ災害の展開をパクっていました。漫画家か原作者かどっちだろうね。それともう一点、すべてがガバと不条理に満ちた本作で一番これはねえだろって不憫になった枠、青いのの元婚約者ですね。いや元ではなくて、アゴスと青いのがやった時点でも婚約者なのですが、
この青いのの婚約者、金髪と言いましょうか。金髪は原作2巻分で出てきて青いのに絡んできて、チンピラ貴族風に青いのに命令をするっていうマーナローでよくある三下やられ役なのですが、出てきた時点ですでにアゴスが青いのの処女を奪ってしまっているせいで全部正論なんですよね。例えば、婚約者は僕なんだからそんな庶民と関わるな、とか、うちの実家は貴族としてお前の家に炎上しているんだからちゃんとそれらしく振る舞え、とかですね。全部が全部正論すぎて作者に悪役扱いされているのがかわいそうでならないんですよね。この人、しかもそれでいてアゴス側は、やれやれ何を向きになっているんだやれやれパンパン、していて、完全に寝取られ漫画の寝取る側なんですよね。逆や逆、悪役はアゴスの方やろがい、で、最終的にこの金髪は英才教育を息子に授けていた父親から薬を打たれて捨て駒にされ、青いのの不義の事実を知ることなく1000トンの爆薬により爆死して退場させられます。不憫すぎて草も生えない。金髪くんに悪いところとか一つもなかったのに。でもナロー的には、割とよくあることでもあるんですよね。これをヤンジャン本誌でやっているのが狂気ってだけで、レベルアップ災害同様、連載開始時からジャンププラスの方でやってろと言われていたのですが、そっちでなければこんなに恥にもならなかったのに。いや読んで恥をさらしているのは私ですが、総評ですが、ナローを知らない読者はもう終わると思っているでしょうがおそらく今後も続くで、ですね、理由、だってナローだし。ミッキーくん、柑橘、脇、初頭、甘うい、初枝、外耳あたりは、コピペ量産忖度税筆頭ですからね。そらもうおもんなくても企業が金を貢ぐために続けますよ。私の予想だと200話は続きますね。希望的観測でヤンジャン編集の頭がまともなら100話、そもそももう原作ないですしね。漫画家がナローのクソをトレースして柑橘だけに絞り出すのか、原作書籍が売れないのでコピペプロットだけ渡してあとは放置するのかは不明ですが、まあゴールデンカムイの最地で31巻と同じ程度は続けるんじゃないっすか。知らんけど、さすがに新章開幕を3話で終わらせるのはないと思うので、まあ100話は続くのは固いですね。それでは今回語りました小ネタ。王立魔法学園の最下生、スラム上がりの最強魔法師、貴族だらけの学園で無双する、が80話を超えた話。金髪になりきれば寝取られで脳破壊が楽しめるので一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。